はい白です今回もですね太陽光発電事業を行っているアスペンという業界団体が新しくできましたよというニュースですね。で、この業界団体のやっぱり素晴らしいところですね、いろいろなところからの応援ですとか支援がですねやっぱりこう始まっているというところなんですね。やっぱりこれはまず最初のこの政治家の皆さんが動いてるというところもすごく大きいと思います。 人脈の広さっていうのがですね、まあ、この城南信用金庫の方もそうなんですけど、幅広いので、いろんなところに声がかかってですね、こういう運動につながっているのかなというところが大きいですよね。やっぱりこの人脈というのはね、すごく大きいんだなっていうところも、こういうところからわかるところではありますね。まあちょっと関係ない話でしたけども。ちょっとここを読んできます、えー。学術界、金融界など、多方面から支援表明というニュースですね。これ第3弾になります。 アスペン専務理事の馬上氏は、えー、農業と照らし合わせながら太陽光発電の意義を語った馬上氏はソーラーシェアリング営農型太陽光発電の運営やコンサルティングを行う千葉エコエネルギーの代表年役であり2018年4月に設立された一般社団法人ソーラーシェアリング推進連盟の代表理事でもあるとそう前にもね何回かソーラーシェアリングの記事っていうのを出させていただきましたけれども その時もですね、やっぱり千葉県というのは非常に進んできてるんですね。で、そこの一つのこう一般社団法人ソーラーシェアリング推進連盟というところの代表理事でもあったりとか、えー、千葉エコエネルギーという、ね、会社の、えーまあ、ソーラーシェアリングの運営とかコンサルティングをやる会社ですね。まあ、運営もやってるんでしょうね。ですから、まあ、非常にノウハウも持ってるところだと思いますけども、そういうところの代表取締役でもある方が、やっぱり登壇してるわけですね。 で自然エネルギーをどこにどのように増やしていくかが重要です。発電所が与える環境負荷についても考えていかなければなりません。ソーラーシェアリングをはじめとして、太陽発電を一次産業という調和していくことが可能。農村にさまざまなメリットをもたらすこともできます。大切なのは我々が生きるために必要なエネルギーと食料、両方をしっかりと作っていける仕組みでしょう。それは人々の環境に対する意識、食に対する意識を変え、エネルギーの在り方そのものを変えるきっかけになるはず。 にもなるはずですと本当そうだと思いますねだって食料と同時にエネルギーが作られるわけですからほんとの地域に頼らずにそこが独立した地域としてもあのやっていけるとそれに水素に転換するあるいは蓄電池として電気を保存するっていうことに関係してくるとエネルギーをため込むこともできるわけですねそういった地域としてまたさらに発展していく可能性があります水素社会が進んでいくとそういうこともね全く可能ではないっていうふうに ではないいと思いますね、はいで。京都大学大学院の、えー、特任教授の安田氏は太陽光発電のベネフィット、免疫を数字で示していくことが大事だ重要だとして谷口代表、えー、理事が語ったアスペンのミッション再生可能エネルギーの免疫の周知に期待をかける。 あ最初の,、ね、この代表理事です、ね。第2弾に言っていたこの人ですね。これの便益の部分をこの京都大学の方が実際に通知として明示していくということですね。再生可能エネルギーの導入が世界中で進んでいるのは、費用に対してベネフィットが大きいからです。ベネフィットとは一部の企業にメリットがあるというものではなく、国民全体に還元される性質のものです。日本ではコストばかりが議論されていますが、ベネフィットと合わせて考えなていかなければ、 正しい評価はできません。そして大事なのはベネフィットを数値化して定量分析することそれが示せれば再エネが将来への投資であるということも理解されるでしょう我々も頑張りますが産業界の方々も産業界だけで議論するのではなく感覚それぞれにしっかりやるとプレッシャーをかけていただければと思います安田氏ということですね再生可能エネルギーの便益毎年30兆ドルの投資が必要投資を積むと 毎年120間470ドルの損失が、兆ドルでしょ、これね。だと思いますね。うん。30兆ドルですからね。ビデオになってますから。ここが兆が抜けてると思いますけれども。まあ、それぐらいの損害がね、こう出てくるというふうな形ですね。で、城南信用金庫の吉原氏は次長、えー。世界の常識は日本の非常識、自然エネは儲かる。を掲げながら、 太陽光発電事業が企業も地域も潤すビジネスであることを強調金融機関として再生可能エネルギーを全面的にバックアップしていくことを明言したということですねまた吉原氏の講演中には原発反対訴訟の弁護士として知られる河合博之氏も飛び入りで登壇皆さんが仕事を頑張れば頑張るほど日本はもちろん世界の環境が良くなるお金儲けに努力することがそのまま社会貢献になるとシンポジウム参加者にエールを送ったと いうことですシンポジウム終盤には谷口氏、真上氏、安田氏、吉原氏によるパネルディスカッションが行われ改めて健全な再エネ産業の発展を誓い合った谷口氏からビットの買い取り期間を前提にした融資ではなく30年間の発電事業を見据えた融資は可能かと問われたのに対し吉原氏が金融機関は資金が余って困っている住宅ローンだって35年があるわけだし採算が得られる太陽光発電なら30年で やっと答えるのど大いに盛り上がったということですね。こんな様子でパネルディスカッションが最後行われたということです、ね、であの途中でねこの京都大学の方が言ってましたけれどもあの太陽光発電事業というのはその太陽光を作っている業者さんだけは儲かるっていうわけじゃないんですよね。地域に対してクリーンで安全なエネルギーを供給できるということはそれを享受できる人たちもいるということです。 でこれがね例えば、まあ、水素社会に発展していくのはまだまだもっと時間がかかるかもしれないんですけども燃料としてですね水素を発生させることによって保存を効かせるっていうことですねこれによって系統接続がいらなくなるっていうふうになってきますと、あのー、今後はですねどういうことが起きるかというともう地域地域ごとというか発電所ごとかもしれませんし発電所が集まったごとに対してですね燃料電池で あるいは水素の変換とというこを溜めて燃料電池で行われるということは水もできるということですね。で今、水道事業の民営化というのがこう騒がれている部分もあると思うんですけどこの水素と酸素を反応させて水ができるわけですよねで。これをそのまま飲料水に使うということはちょっと難しいかもしれませんけどもちょっとしたフィルターを通して自分の自宅とかです、ね、地域でこう水道を作ることができる。 ととということになりますと下水事業だけけをしっっかりりやっていけばいいといばととうことになりますで下水事業も、ですねそれもまあ民営化になってきているとどうなるのかというと部分はあるかもしれませんけど、今ね、水道事業の中でも下水というのはですね汚れた水というのがそんなに多く流れないようになってきています。これね、洗濯機がやっぱり変わってきたからなんですね、余計な水を排出させないように、洗濯を効率よくできるような洗濯機というのがどん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 開発されて、疲れている水の量というのが減ってきているわけですね。 これは皆さんが洗濯機を変えたりしたときに水道代が明らかに減るっていうのですぐ分かると思うんですけどもそういった機器の省エネ化っていうのもどんどん進んできてますよね、まあ、ちょっとはあの話がねどん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 ずれていっちゃうんでここら辺にしておきますけども、まあ、それ以外にもですねあのやっぱりエネルギーが近くにこうやって作れることによって環境面でもそうだし投資の面でもそうですし あの皆さんの,そのエネルギーセキュリティの場面という部分でもそうですし、もういろんなところで,です,、ね、あのすごく得が出てくるんですね。うん、なので、こういうところをです、ね、ど,んど,んどんどん進めていくというのは、その投資をして損失っというのがそういうところにも出てくるよというところをこう見ないとなかなか難しいですよね。 はい。えっ、ー、とですね。ま、いろいろな、こう、話をこう展開してきましたけど、最後までね、聞いていただいてどうもありがとうございます。